取得。取得、取得、十度、1886年12月1日から1976年7月6日は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。現米は、主大臣、主権徳、自は、玉会。中国共産党入党以来、軍事部門を指導し、中国人民解放軍の、元軍の父と評される。 首都区は中華人民共和国建国後、元帥の主席に列せられ、国家副主席や全国人民、代表大会常務委員会委員長、国会議長に相当などの要職を歴任した。また、1975年1月の憲法改正によって国家主席が廃止され、全人代常務委員会が国家元首の権能を果たすようになったので、1976年に、 死去するまでの間、首都区が、中華人民共和国の国家原主閣、在任、1975年1月17日から1976年7月6日、であった。中国共産党中央委員会副主席を歴任。首都区は1886年12月1日、現在の四川省、南三岐市議老犬にて生まれた。聖は、八家の古作能であり、 勤能であった。しかし、叔父のし林りんは、再起間発なこのおいを可愛がり、5歳で3歳取りをしなければ生活できない環境の取得に、教育の機会を与える。これが、取得の人生に、大きな影響を与えることとなった。生徒の高等師範学校を卒業し、体育教官となった。この頃には、地下結社である宇太郎会にも加わっている。1909年、 雲南省に創設された軍事学校である雲南陸軍校武道に入学し、60年以上に及ぶ軍歴が始まる。また、この年に孫文が率いる中国同盟会、後の国民党に参加している。翌年、新軍の将位に任官。1911年、蔡津葉将軍の下で侵害革命に参加し、1915年の五国戦争にも参加した。 1921年、首都区は安定した生活を保障された国民党軍を辞した。これは軍務を遂行する傍ら、雑誌、新青年を愛読したこと、遠征外政権打倒を進める軍の行動と革命の進捗に疑問を抱いたことなどが背景であると言われる。1922年はじめに上海に出た首都区は孫文に面会し、革命の遂行と成功は、 軍閥との共闘では実現不可能であり、独自の軍隊組織を持つことの必要性を説いた。軍人としての経験と革命思想の発露であったろう。また、国民党軍に参加していた経歴も孫文の胸筋を開かせる一助になったことは想像に難くない。孫文との面談を終えた後、首都区は中国共産党への入党を申請した。だが、 共産党の指導者である、李大将は首都区が国民党員ではないとはいえ、国民党軍で有名を馳せていたので、首都区の入党に難色を示した。李大将は首都区に対し、引き続き切磋琢磨し、機会を見て、再度入党申請を出すように諭した。首都区は、失意のうちに、ドイツに渡り、社会主義理論を学んだ。同年、ドイツで、州恩来と出会う。 さすがにその場での入党は叶わなかったが、翌1923年、州本来の口添えで入党が許可された。なお、中国共産党時の扱いでは1922年に李大将に入党申請した時点で、共産党員となったことになっている。ドイツ留学中に二度労働運動に参加し、二回目の労働運動で関係に捕獲された取得は方向となってしまった。 そのため1925年にドイツからソ連に移動し、モスクワ中山大学で軍事を学ぶ。この中で、首都区は当時の軍閥が拡挙する中国には、地方利権保護的な資本主義や、軍閥を支える地方のプチブルを生む土壌となった、私有財産性を制限する社会主義命が必要であること。しかしそのためには軍閥を打倒する戦闘行為を避けて通れないこと。 社会主義化を支えるのは共産党であるが、非合法で地下組織の状態では、ゲリラ戦が有効であることなど導き出したと思われる。ソ連留学中に教官に提出したゲリラ戦に関するレポートは緻密なものであり、軍人、首都区のマコッチョであったという。1927年8月1日、南昌放棄を指導。放棄自体は失敗に終わったが、その後、 共産党の軍事組織公軍の主要な指導者の一人となり、1928年には、公軍第四軍の軍長を務める。首都区は、この頃、成功山で、毛沢東と共に、後の八祖寺軍に通じる基本戦略を打ち立てた。それは、敵が進めば我は退き、敵が休めば我は格乱し、敵が疲れたら我は撃ち、敵が退けば我は進むという言葉。 いわゆる十六字分けに象徴される徹底したゲリラ戦術であった。調整においても、首都区は、長国党らと共に、別動隊を指揮するなどの重要な役割を果たした。一方で、長国党は、北進に反対して指揮権を奪い、首都区も長国党と行動を共にすることを余儀なくされた。1936年10月、ようやく、甘縮省にて、 東中央と交流を果たした。1937年、日中戦争が始まり、第二次国境合作が成立すると、首都区は国民政府より国民革命軍上昇、大将の階級を授与され、八素寺軍総司令に就任する。その後、国境内戦では中国人民解放軍総司令を務めた。1949年10月、 中華人民共和国が建国されると、首都区も、中央人民政府副主席兼人民、革命軍人委員会副主席に選出される。人民解放軍総司令の地位はそのままであった。1954年9月、憲法制定に伴い国家機構が再編されると、国家副主席兼国防委員会副主席に就任する。なお、人民解放軍総司令の職はこの時、 廃止されている。1955年、首都区は中華人民共和国元帥の階級を授与され、十大元帥の主席となる。1959年4月、毛沢東が国家主席を辞任して、劉少期が後継の主席となると、首都区も劉少期の後任として、全国人民代表大会常務委員長に転出された。党務の面においては、 1945年に中央政治局委員、中央初期どころ、現在の中央政治局常務委員会初期に選出。1956年の第8期党中央委員会第1回全体会議、第8期1中全会では中央政治局常務委員選出され、中央委員会副主席に就任。毛沢東、劉少期、周恩来らとともに、党の最高首脳に列したが、 取得だけは政治的に目立った指導力を発揮しなかった。しかし文化大革命が始まると、取得は1966年8月の大八期十一中全会で東福主席の職を解かれた。前人代常務委員長、政治局常務委員には残留したものの、序列も第四位から第九位に降格された。さらに翌年には文革を進める林表、厚生らによって、 大群閥と攻撃され、1969年の第9期一中全会で政治局委員に降格させられた。林票追試後の1973年、政治局常務委員に復帰した。1975年1月、首都区は国家主席制の廃止に伴い、全人代常務委員長として国家原資格となった。首都は1976年7月6日、 北京において89歳で、その生涯を閉じた。首徳は、毛沢東とは同じく農村の出身であり、簡単相手ラス仲として、毛沢東と奮闘の交わりを結んだ。毛氏あるいは、朱毛と並び称され、敵の多い毛沢東にあって、終生変わらぬ友情を保った。かつて人民元の百元紙兵に、毛沢東、劉正期、修恩来と並んで、 取得の肖像が描かれていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。